はい、どうも、お茶です。すいません、今日はね、いきなりこういう画面で申し訳ないです。今日ほんと人いなくて、実はね、ロビマ行こうっていうことを言おうとしたんですよ。そしたらね、見つかったんで、こうなりました。はい。ってことで、相手18時やんかな。もう、ポチョムキンです。実はこれ、取り直し3回ぐらいしてます。めっちゃいい試合ばっか取れたんですけどね、残念ながらね、なんか、不良でできませんでした。あ、ちょっと集中しますね。で、まあ今のはリバサバック捨てで、先飛びをね、しっかり。ハンマーホールは、なんだっけ、スタンキアンでね、勝てるんで。いやー、今飛んだ。やっぱ飛ぶときちゃんと FD 張って飛ばないと、狩られるな、ジャンプが。しっかりスライドヘッドを見てからね、低弾するなりしてね、とがめていきましょう。で、まあ、ここはおそらく出すと当たらないか、やっぱ。やったー、ハンマーフォールに引っかかるあの距離はスタン1じゃなくて NS2S だったな、こっち相手にだ特に他のキャラだったらスタン1でもよかったかもしれないけど、まあこのキャラ特別ね NS2S が辛いキャラなんでジャンプ読み出されましたね。はい、読まれてますね、完全にスタン1が。なんでそこをちょっと我慢してハンマーフォローガードしたら相手がゲージさえなかったら、あ、やっちゃった。やってね。いや飛んでって、いやだって隠ってないっしょあれ。あー、スタン出てね。今投げかくったくさいぞ。いやー、飛んだ。さあリバサバックステが出ない。マジででおそらくやってこない。あ、FD 張ったから、まあ無事足払い引っかかってね、ちょっと集中してね喋れないことが多分結構多々あると思うんでよろしくお願いします。俺のプライド的にジャックキャラに負けるわけにはいかないんですよ。やべえ。しっかりタッチ P でね、こっちは対抗できるっていうのが素晴らしいですよね。やってない。おっと、しっかり投げてくる。これ引っかかるの一番まずいんだよな。バースト警戒してこないから。いやー、バックステ入れ込んでたって。ああ、ムカつく。やってくると思ったけどダメか。スタン1じゃなくてセバージャ。ありがとうございます。あれ引っかかってくらいのあれだったですね。おそらくリバーサバックステでねすかそうと思ったところに入ったって感じですかね。ああ、なんとかねギリギリ勝っていくことができてよかったです。ジャックキャラにねここまで苦戦させられるとはって感じですよね。でおそらくね、ああしばらいで暴れてくるか。俺普通にこっちバスで割り込んでくるかなって思ったんで。いや、そっか。はい、こんな感じでハンマーホールは確。あー、もうダッシュできない。キモい、マジキモいってなんだよ。しっかり投げてってからの、でいつものキャラならスタン1するんだが、あーくっそ。バカラッキー投げ返していき、いやバカ、投げ漏れです。危険筋込むべきだったけど、まあ結果オーライっちゃ結果オーライなんだけど、ダメなんだよなこういうのじゃな。さあこの硬さである、逆側に投げとくべきだった。絶対やってくると思った。これは勝ってますね。ということでダストに甘えていって、でここは普通にあれですね、ファジージャンプかな多分。さあこれはかくってましたね。しっかりキャンからの様子見で、あれですね、名前忘れた。ありがとうございます。はい、無事にね勝つことができました。まあ、試合内容はね、まあ、特別って感じなんですけど、まあ一応ねこれを今度ねちゃんと事故ってないでねちゃんと取れてることを祈るだけです。ということでご視聴ありがとうございました。失礼します。